はい、伊手座の皆さんこんばんは。いつも動画のご視聴ありがとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。今回は1月のタロットリーディングをさせていただきます。前回2024年がどんな1年なのかっていうね、星からのメッセージとして先節の解説をしたので、それを踏まえた上で1月はどんな1ヶ月なのかをもう少し心理的に深掘りしてみたいと思います。タロットで、では早速いきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ペンタクス8、死神、ワンド6逆、そしてソードナイト逆、タワー逆、ペンタクスナイト、ペンタクス6、気をつけることや対策はペンタクス7とソード4逆と、オラクルははい、カップの9逆です。はい、カップの9っていうのは逆であったとしても思わぬ喜びとかすごい嬉しいことがあるっていう1ヶ月なので、基本的には嬉しいんだと思います。ただ心境的には結構波が激しいのかなっていう感じがしますね、このカードを見る限りは。まあ、星ではね、1月の20日ぐらいまではこう自分の感覚を大事にしようとか、今感じられるだけいろんなこと感じとこうっていう感じがあり、20日以降はコミュニケーション活発になったり、何かアウトプットしていったりとか移動していくっていう流れなんですけど、カードで見ると1月やることいっぱいあるっていう感じがするんですね。なんか準備しなくちゃとか、何かを整理しなくちゃとか、何かを仕上げなくちゃとか、なんかそういうこまごましたやることがいっぱいあるっていう感じがあります。だから少し気が焦ってるっていうか、なんかこう やらなくちゃみたいな感じがあるのかなと思います。ただ何かそのやらなくちゃいけないっていう思いと同時に、でもそれをやることによって同時に終わるんだっていうような感覚もあるんですね。何か終えなきゃいけないんだみたいな、それが何なのかなって感じがありますね。でちょっとなんかご自身の中ではあんまりうまくいってると思えてなかったことに終止符を打てるっていう感じがあって、例えばですけど、そのずっと求めていたお仕事のなんか、例えば面接受けてましたとかだったら、なかなか仕事決まらないなって言いながら、でもその仕事探しをやめるような流れがあるとか、そういうこうちょっとなんか、なんでしょうね、なんか、まあ、例えば卒論とかでも今大学生の方はあるかもしれないんですけど、そういうやらなきゃいけないすごいプレッシャーがある、責任がある、でもやったらそれでやっと終えられるみたいなね、なんかそんな義務っていうのか課題があるのかなと思うんです。なのでそれが今子育て中のお母さんとしても、子供を育てるとかケアするっていうのはもう責任があって大変なんだけど、まあ、それをやることによって何かが一つ終わる、自分の中でやりきったとか、なんか何かそういうね、一つ何か終えるための忙しさだったり責任があるかなっていうふうに思ったんです。でこの先なんですけど、自分が予定していたものが変わるって感じが出てるんですよね。タワーの逆っていうのが出ていて、でこれは自分のせいじゃないんです自分が壊すとかじゃなく、環境的に何かが中止になるとか、予定が変わるっていうような感じがあるんですね。でって思いきや、でもすぐに立て直して、あでも逆に良かったかもこの方がっていうことで、ゆっくりとじっくりと自分が進んでいきたい方に進んでいく準備をしていく、そしてうまく回り出すよっていうふうに出てるんですね。何なんでしょうね、このタワーの逆が。ちょっとそれを見てみましょうか。やっぱフールも出てますから、タワーの逆にフールっていうことは、やっぱり何かが話が戻るとか、予定していたことが変わるっていう、ゼロになるっていう感覚があるのかなと思いました。なので例えば行こうと思っていたコンサートが中止になって行けなくなったとか、行こうと思ってたお店とか、なんか旅行がキャンセルになったとか、そういうのもあるかもしれないですね。何か環境的にっていうことです、これは。なのでその心理的にはね、すごい楽しみにしてたのにみたいなのがあるかもしれないんですけど、それによってでも良かったねって、逆に良かったね、落ち着いて何々ができてっていう形になりそうなんですね。でもしくは全くそんな予定ないですよっていう方は、何かご自身の中で予定していたこと、こうなったらいいなって思っていたことをが、すいません、何かそうなったらいいなと思っていたことが
変更になるという感じだと思います。これは決してなんか痛みをそこまで伴わない、あそうなんだみたいな予定変更なんかすいません、天気だったら良かったけど、あ雨なんだみたいな、そんな感じのことです。誰が悪いわけでもないっていうね、はい。そして着々とね、また出ましたよカップ級、着々と進んでいってる、いろんなことを。やっぱりここで何か予定変更になることによって、さらにその喜びが高まるとか、オラクルでもカップの9っていうのは、思わぬ喜びがある、思わぬご褒美がある、嬉しいことがある、思わぬほど感情が高ぶるというかね、いい形で高ぶって楽しいっていうのがあって、ここもまた政治で出てるので、やったーって感じで喜んでるわけです。でその喜ぶ前には何かの変更があるよねっていうのがあるので、やっぱりこの1ヶ月ってすごくそういう意味では何か終えるために頑張らなきゃいけない課題がある、そしてその後やろうと思ってたことが変更になって、でもそのおかげでこうなってみたいな、ちょっとね心理的には変化が大きいなって感じですけど、すごく楽しいですし、有益な感じがしますね。すごく価値あることを一つずつ積み上げていってる毎日だなって感じがします。ただそういうすごい頑張って やってる時と何もせずに寝てる時の差が激しいみたいなのもあって、なんか休みの日は死んだように寝てるとかね、そういうのかもしれませんが、うん、でもまあ旗から見て、あ豊かだなって感じ。そして、特にさっき言ったみたいに1月の20日以降はコミュニケーションも活発ですし、アイデアが湧いてきたりとか、移動も多くなるのでね、楽しくなるんだろうなって思いますね、はい。何かを終えられる、はい。なのでこれお仕事で言うと、期待していた契約先とか何か仕事の話っていうのは少し変更にあるかも、なるかもしれませんが、それによって本当に自分にフィットしたいい形、これ長くやっていきたいっていうような仕事だったりとか、なんかその内容に携われて一緒にやっていく、そして自分がもしかしたら教える立場になったり、誰か何かを指示するような立場になるかもしれませんね。でご自身ではどうなのかな、これできてるのかなと思うかもしれないけど、ものすごくそれは豊かなものであり、きちんと自分の生活を整えていけてますよっていう感じで言われてます、はい。パートナーシップとか人間関係で言うと、ちょっと思ってたのと違うみたいなのもあるかもしれませんが、何度も言うように、それによって本当の自分が大事にしたいものとか、価値っていう、自分の大事にしたい価値っていうものをちゃんと見つけられるし、人に対しても優しくしてあげてますね、とっても。カップのペンテクスの6で、何よりもやっぱり感情がね、もう喜んでますからその喜びが溢れてる喜びを誰かにもまたあげたいだろうし、自分のもっともっとコアな純粋な喜びもっと感じたいというふうになるでしょうしね。いいですね、なんか豊かだなって感じなので、前半ちょっとね、何か終えるために頑張ることは頑張ってみてください、はい。ということで今回ここまでにしておきます。もし占星術とかタロットにご興味ある、一緒に勉強したいなっていう方は、アストロ&タロットフレンズというメンバーシップもやっていますので、概要欄ご覧ください。そして勉強したいわけじゃないんだけど、何か今月この日がいいよねっていうの日があったら、その日に一緒にワークしたり、ズームでお話し会したりっていうのに参加したいという方は、LINE のラインフレンズっていうのもありますので、そちらもご検討ください。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。